4本でラウンドするサルゴルファーハゲ、歩ける限り楽にゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲでございます。今回の動画は私の練習、この丸い鏡がですね、練習場の打席にこう設置してあるところもあるかなと思うんですけど、全身が映る鏡になってるんですね。それを正面に置いてですね、まずアドレスのチェック、私の癖としてはだんだんこの左が突っ張って左肩が上がってきちゃうので、これすごく嫌なんですよ、このチェック。だこの肩の高さが、まあ、こうなってないかもあるんですけど、あと体が右に傾いてないかのチェックですね。結構左肘下にして、自分ではこれだと肩が、左向いてるような感じに感じるんですけど、やっぱこのぐらいで頭の位置もいいし、このぐらいでいいのかと。でこの構えだと私の場合こう若干アウトサイドインに振りやすくなる、要はちょっとこう上から下に振りやすくなるんですね。で今みたいに下を叩くような感じになるんですけど、よく言えばダウンブローね。ただちょっと今のは叩きすぎだから、ちょうどここ入りやすいんですよ私。だそれを自分で鏡でチェック、ただこうじゃなくてこの肘も上げてこっち下がることによって、今みたいにヘッドがこう回りやすくなるから、これでちょっと右向き気味でやればちょうどいい感じの軌道になってくると。でそれを今のはボール見て打ったんですけど、それをこうチェックして、でこの鏡を見たまま目線をずらさないでやるんですよ。鏡見たまま振る、ボール見ない、こっちだ、左肘ここだよっていうチェックと、こうでこの目線で振っていくよって。で一回ボール見て、でその後鏡見て、鏡から目線を変えずにこのまま振っていくと、ああこれいいですねと。でこういう鏡がね、こんな大きいのじゃなくて、ほんと手鏡ぐらいのサイズのやつで、ゴルフ用のこれと同じで全身が映るやつあるんですよ。見つかれば、編集で貼っときますが、動画撮ってチェックするのもいいんだけど、打ちながらこう 見て、まあちょっと古典的っちゃ古典的なんだけど、結局これが一番本ちゃんの動きをずっと見てるわけだしね、うん、これだね。ちょっとこう いかなくなってきたなっていうのはやっぱこれだったのかなっていうチェックが必要なんですよ。で動画編集してて、兄貴ともあった千葉国際なんですけど、本当にちょっと疲れ気味だったんで、朝のうちはこうやって振れてたんですよ。全然力入ってなくて、途中からねダフったりなんだりおかしなのが出てくるんです、特に後半で。私はバテてた疲れのせいにしてたんだけど、やっぱこのアドレスが悪かったのな。こうやって構えとけばこうやってもうヘッド曲がるからね。でこう目線も残してられる、こうなっててこういっちゃうと、もうどうしても目線がね左向いちゃう、見てらんないんですよ。見てよ見てよと思ってもこういう目線になるから、こっちが下がってればヘッドがこうやって勝手にも回しやすくなるから目線も残るっていうわけでね、完全に私の練習だ。この鏡をこの私の練習スペースに運んできたついでに、そうだそうだちょっとチェックしようと思って動画撮っております。なのでこんな画角の、いいねこれよこれ、ね、体全然回さないの。でこうクラブが回ればいい、ゆっくりやるとこう回って、でこの左手が突っ張ってるとこっちずれちゃうから、そうすると
捕まらなくなってきたりダフったりする。こうでいいな。持ち上げたらこうですよ。PGA ゴルフ教本では右肘を絞ってって言ったけど、私の場合逆、左肘絞る。で、右はずっと上、うん。そうすればね、この構えだったら楽に、こうもう、ヘッドがもうこういう、無理にじゃなくて自然にこうヘッドが回って、この右肩が上がっていくような動きになるからね。うん、よし。実弾大丈夫か、上がっちゃうと壁当たっちゃうかな。小さい振りでよし。はい、ということで尺短いか、あ、5分ぐらい喋ったか。はい、今回の動画は鏡越しのパーシモンハゲでございました。最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう、ありがとうございました。